こんにちは、速稼塾の久保です。近所のラーメン屋が美味しかったよっていう話を聞いて、そのラーメン屋に食べに行くっていう経験は、まあ少なからずね、多くの方にあると思いますけども、これっていうのはやっぱり影響力であり信頼であり、もうちょっとはっきり言うと広告が成功したってことでしょうね。口コミという広告です。そして以前私たちは広告ってのを、まあ、雑誌ですとかテレビとか新聞で見ることがありました。広告を出すなんてね、相当なお金がかかるんで、なかなか難しいというふうな時代でした。で、広告を掲載する雑誌なり新聞なりテレビというメディアは、紹介をする、自分たちが試したわけでもないものをそこに掲載するということによってですね、莫大な収益を得てきたわけですよね。まあ、それが電通であったりもするわけですけども、これって本当にすごいことですよね。信頼をもとに知らせることによって多くの方が動いてくださるということですよね。まあ政治家さんも言ってみれば自分の宣伝をしているわけですよ、ね、選挙演説で私はこんなことをやります、あんなことをやりますと、自分の経歴はこうです、ああですっていうふうに言いますよね。でそれに対してこの人は本当にそうかもしれないな、それ信じてみようかなと思って信じる人が話を聞くし、その人に投票するのかもしれません。そしてポッと出てきた、まあ、無所属のね、なんとか党みたいな人がいろいろ喋っても、本当にこの人大丈夫かなと思われれば、徐々にその人の演説の前からは列が消えて人がいなくなって、ついには誰もいなくなったみたいな現象になるでしょうね。で要するに人は信じるものをずっと見て聞いている、もしくは信じたいなと思うものを見たり聞いたりするっていうのが基本原則なのかなと思うんですよ。信じてもないものに時間を費やしてそこにずっと居座るっていうのは、まあちょっとね、少ないパターンなんでしょうね。でそもそも100人が100人を信じさせることは、これは不可能ですし、する必要もないかなと思うんですよ。私はよく言いますけども、宇宙人がね、円盤に乗って地球にやってきて、すでに地球人になりすまして宇宙人は住んでいるんだってことを私は信じていますけども、そんなバカなっていう人はいるわけですよ。でそんなバカなっていう人と私は討論するつもりはなくて、そういうふうに思う方も尊重しないといけないなと。いろんな考え方があっていいわけですから、必ずしも私の考えに賛同してくださいよっていうつもりはなくって、むしろ私の考えもまあね、論破してほしくないところもあるし、いや私はそうは言っても宇宙人がいると思った方がなんか楽しいからほっといてよって話なんですよね。それこそパラレルワールドがあるとか、異次元があるとか、悪空間があるとかね、そんな証明のしようがないことを信じて、私が勝手に幸せになって、それによって誰かをね、蹂躙してるわけでも何でもないんで、それはほっといてよって話ですよね。で、あ、宇宙人っていると思うよっていう人が私の話を聞いて、気が合うね、そうだよねって言ってくれれば、それはそれでいいですね。そんなバカなっていう人がいたら、それはそれでいいと。ただ宇宙人がいるいないという、この一点において、お互いに全否定をその人格をするつもりはないですし、ましてや嫌いになる必要もないですしね。だから 100% 一致する方が人間ってのは珍しくって、それこそ全部違うわけですよね。で、これ何が言いたいかっていうと、結局何を思っているかとか、どう思わせたいかっていう、まあ、いろんなものが巡り巡って、影響力になっていくわけなんですけども、その影響力っていうのは 100% の人がいないんですよね、どんな人でも。まあ、ですので自分の話をね、聞いてくれる人、聞いてくれない人、ケチをつける人、反論してくる人、さまざまなものがある中で、結果的に人間っていうのはビジネスの世界ではね、ビジネスの世界に限ったら、それはどういった形で採点されるか、これ売り上げなんですよ。ビジネスの世界にいる以上は売り上げってもので点数がつけられてますね。100万円、100点満点なのか、30万円、30点なのか、いろいろありますけどもね。でそれによって、もしいいポイントを稼ぎたい、いい成績用が欲しいなと思ったら、考えを改善していった方がいいと思いますし、ある意味大衆に迎合した方がいいかもしれません。それが全てね、テクニックなんですよね。自分の目的を達成するため、売上ってものを達成するために、自分はいろんな色にね、カメレオンのように変化していくぜ。これがだから商売人のプライドなんじゃないかなと思うんですよ。どんなことがあっても結果的に売上を作ってくる、これこそが商売人のプライドで、いや俺はプライドがあるから頭下げねえよとかね、嫌いな客は相手にしないよってことになったら、売上はどうなりますかってことなんですよ。もちろんそういう頑固な方針で、人気を取るっていう方法もありますけども、なかなかね、そういう人が人気者になることはないのかなと思いますし、分かりませんけどもね。言えることっていうのは、自分の好きなスタイルで発信していって、それが好きな自分のライフスタイルを生み出していれば全く問題ないと。
で、一番かっこ悪いのはそれっぽいこと言うけども言ってる人自身がビジネス的に不合格の烙印をされたりとか不満の多い日々を送ってるとかね、そんなところなのかなと思います。で今回はねいろいろ話してるのは結局私もねいろんな相談を受ける中でなんていうのかな今回はね割とケチをつけてくる人とのやり取りが長かったんですよ。トータルの時間でいうと 4,5 時間やり取りしてました。ずっとみっちりじゃないですけどもね、私が返信をねすぐにしないもんですから4,5 時間になったんですけども、内容としては30分でパクッと終わるものだったと思いますけどね、やっぱり久保さんは今のライフスタイルが目的だったんですか、目標だったんですか、夢だったんですかって聞かれますけども、いや別に天井が全部これじゃないけども今のところはこれで十分じゃないかなと思うよ。で求めればキリがないけども、その時は次の段階を求めたくなった時にやりますみたいな感じですよね。そうするとやっぱりねその時になったらもう遅いんじゃないですかとかね、やれる時にやった方がいいんじゃないですかって言いますけども、確かにそうなんですけども、それは私が自分で自分のライフスタイル決めてるんで、余計なお世話といえば余計なお世話なんですよね。もちろんその方からすれば私にねもっともっと出所栄達してほしいっていうんですか、もっと立身出世してほしいっていう期待も表れてるのかもしれませんけども、私に期待するよりもあなたはあなた自身の人生に期待した方がいいよということなんですよね。他者にいろいろとねエールを送っている暇はないよと、もちろんありがたいですけどね、ありがたいんですけども、私を応援するがあまりその人自身がへこんだままでいるっていうのは私にとっては相当忸怩たるものがありますからね。それだったら私には何の応援もメッセージもいらないから、あなたが成功してくださいって形です。あなたが全ての不満を払拭してたどり着きたいところにたどり着いていただければ、それが何よりもの私への応援だと。だって塾生ですからね、塾生さんが私を賛美するがあまり自分のやることをやってないっていう、こんなおかしな話じゃないわけですよ。で私の記事とかをシェアしたりとかするのもいいんですけども、違う、あなたの記事を私がシェアしますと、そっちの方が影響力大きいでしょということで、話はね終わったんですけども、ありがたいことながら厳しいことを言わなくてはならなかったかなというところでございます。やっぱりねその時代は変わり、いろんなテクノロジーが変わっていきますけども、その中心にいるのはいつも人なんですよ、私自分なんですよ、あなたなんですよ。だからそのあなたが変わらなければ、どんなテクノロジーで変わらないあなたを膨張させたところでね同じなんですよね。違う、ちょっとの変化をネットの力でこうテコをかけるから、レバレッジかけるから、ものすごい成果が出るわけじゃないですか。でそういったことをね次のメールでは返信しようかなと思ったんですけども、この動画にさせていただきました。いやね本当にねメッセージすごく来てくれたんで、私より信頼してくれてるから、いろんなねなんかこう聞きにくいこととかね言いにくいことをぶつかってきてくれてるんだろうなと思いますんで、そこは本当にねいい信頼関係だなと思います。私はねその花を叩き潰しに行くのが私の責務ですから、マインドチェンジするためにね、あなたが全部正しいですって私が言っちゃうと何も変わらないですから、だから100個言ってきたら100個違うよと、こういう見方でやってくださいとかね、そうじゃないと1億円とかいかないですよと、あなたの借金は返らないよってことをね切々と言い詰めて、もうね反論できないぐらいまでするのが今のところ愛情なのかなと思います。別に高飛車になってるわけでもブレになってるわけでもなくて、まずはねはしごを登ってほしい、そのためにはそのはしごのねこの角度を平べったく水平にしちゃダメじゃないですか。なるべく角度をつけてあげて2階に最短距離で直角にね行けるように、直角だからきついですよ。ではしごはちょっとね水に濡れてるかもしれない、滑りやすくなってるかもしれない、はしごの一段一段ちょっとね間隔が大きくて手を伸ばしても届きにくいかもしれないけども、最短最速で結果を思い通りに、その人の思い通りにやっていこうと思ったら、私の見立てでは今からだったら直角に行かないと間に合わないよということでね、あえて厳しい角度をつけてますけどね。でも鼻っ柱が強いんで私に食ってかかるぐらいなんで絶対に突破してくれるかなと思います。なんていうんですかね、ちょっとねそのぐらい鼻息が荒い方が私としてはちょっとやりがいがあるなと、叩いても叩いても何くそと向かってきてくれてね、小賢しいなんか言い訳をしないというかね、これ気持ちいいなと思いますね。はい、ではこんな感じで、今回の億万長者合宿リターンズはどちらかというとそのね何さんか分かんないですけど A さんと仮に呼びましょうか、 A さんに対してのメッセージみたいになっちゃいましたね。はい、では吉谷さんいってらっしゃい。